皆さんこんにちは。デイリーニューススナップショットへようこそ。世界中で起きている最も重要でトレンドになっている最新の出来事を簡単にまとめたニュース番組です。私はケイトです。たった2分で最新の出来事をお知らせします。早速始めましょう。今日のヘッドラインニュースです。大谷翔平投手がオールスター戦でワシントン州シアトルで開催されたレッドカーペットショーに参加しました。グレーのスーツ、淡いグレーシャツにグレーのネクタイ、黒の革靴のシックな装いでア・リーグの選手の一番手で登場し、シアトルのファンから大きな声援を浴びました。試合は初回の第1打席は空振り三振、第2打席は四球で出塁し、第3打席で代打を送られて交代しました。それではソーシャルメディアで話題になっているトレンドのトピックに焦点を移しましょう。東宝はゴジラ生誕70周年記念作品ゴジラマイナス 1.0 のタイトルと特報映像を公開しました。戦後の日本を舞台に、全てを失いゼロになった日本に現れたゴジラが、復興の兆しも虚しく、終戦直後の日本がゴジラによって破壊されていく絶望的な光景が描かれています。2023年11月3日に全国公開予定です。地球を一周して世界の出来事を見ていきましょう。音楽ユニット YOASOBI が手掛けるテレビアニメ推しの子のオープニングテーマアイドルが YouTube のミュージックチャーツトップ100ソングスグローバル世界楽曲ランキングで首位を獲得しました。アイドルはオリコン週間ストリーミングランキングでも13週連続で首位を獲得し、累積再生数は3億回を突破し、世界中で大ヒットしています。本日のデイリーニューススナップショットはこれで終わりです。世界中のヘッドラインニュース、トレンドのトピック、イベントをすべてわずか2分で取り上げました。このニュース番組が役に立っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。通知ベルを押して毎日最新情報を入手することを忘れないでください。ご視聴いただきありがとうございます。また明日お会いしましょう。